今回、海外クラブ所属選手たちが、新型コロナウイルスと戦う医療従事者の方々にメッセージを送っていますが、JFA、J リーグでもこの取り組みをサポートし、夜8時に激励の拍手を送りたいと思います。みんなで力を合わせ、この状況を乗り越えましょう。